オールダムアスレティックアソシエーションフットボールクラブはイングランドグレーターマンチェスターオールダム地区を本拠地とするサッカークラブチーム。2019から20シーズンはリーグ2に所属。1895年にパインビラ FC として設立されたが、1899年にザ・オールダムアスレチックグラウンドに移転し、名称をオールダムアスレチック AFC に変更した。 1910年代から1920年代前半まではトップディビジョンに定着。1914から15シーズンにはクラブ史上最高成績となる2位を記録した。しかし1923年に降格してからは長らくトップディビジョンの舞台からは遠ざかった。1989から90シーズンに FA カップでベスト4、リーグカップで準優勝。 その翌シーズンとなる1990から91シーズンにはセカンドディビジョンで優勝し68年ぶりとなるトップディビジョン復帰を果たした。しかしその3年後プレミアリーグが開幕して2年目の1993から94シーズンに降格。それ以降はトップディビジョンへの復帰は果たせていない。2012から13シーズン FA カップにおいて リバプール FC を3の2で下し、5回戦進出を果たした。2019年2月11日、解任されたフランキー・バンゼン監督の後任として、元イングランド代表のポール・スコールズが監督に就任したことが話題となったが、わずか37日間で電撃辞任している。1試合最多観客動員数、1試合最多得点勝利試合、1試合最多失点敗戦試合。 ありがとうございます。